社国権、生生活の知恵、池田書店、1960年、表紙。生生活の知恵は、1960年に、池田書店が出版して、ミリオンセラーとなった、社国権による、医学啓蒙書、ハウツーボンであり、同賞原作として、1961年に、水野博が監督し、大英東京撮影所が制作、大英が配給して公開した。 日本の長編劇映画である。映画は当時の映画倫理管理委員会は同作を成人映画に指定し18歳未満の鑑賞を制限したが同年中に制作、公開された続編は一般映画指定であった。書籍についても1963年に続編が出版された。1960年6月25日初版発行。 著者の社国権は当時、日本赤十字社本部参院の委局長を務めており、内容的には刺激的ではあったが、初版で終わっても、読者の幸福に貢献したいとの思いで出版され、発売禁止処分にならぬよう留意した。初版3000部は、版を重ねて1年間で152万部のベストセラーとなり、1970年4月には、第138冊。 200万部を突破した。同書は日本人の性意識を変えたと言われる。大英東京撮影所は同書のベストセラー化を受けて1961年同書を原作に5話構成をニバス形式による同名の劇場用映画を制作。同年7月28日にこれを公開した。わずか2ヶ月後の同年9月30日には性生活の知恵。 第2部を公開している。2012年7月現在、東京国立近代美術館、フィルムセンターは、いずれのバージョンの上映用プリント等も、所蔵していない。1963年6月、続編にあたる、これからのセックス属性生活の知恵が発売されている。第1小結婚と、性生活 P19 第2小男性と女性の、 生成理 P28 第3小成功への誘い P49 第4小成功とその対 P59 第5小成功との決別 P124 第6小男性のために P127 第7小女性のために P170 第8小青年期の生 P219 第9小家族計画の必要性 P244 第10小 妊娠しない期間の見つけ方 P253 第11小受体調節法の実際から P260 第1章これからの性教育 P13 第2章これからの性生活 P81 第3章疲れない性交体 P127 第4章小屋の不正率を避けるために P188 第5章新しく寝室を作る人のために P253 国立国会図書館蔵書による一覧である。生生活の知恵は、社国権の同盟の医学啓蒙書を原作として、1961年に水野博士が監督し、大英東京撮影所が制作、大英が配給して公開した、オムニバス形式の日本の長編劇映画である。当時の映画倫理管理委員会は、同作を、 政治に映画に指定し、18歳未満の干渉を制限した。2012年7月現在、東京国立近代美術館フィルムセンターは本作の上映用プリント等を所蔵していない。作品データスタッフキャスト、性生活の知恵第2部は、社国権の医学啓蒙書性生活の知恵を原作として、1961年に制作。 公開された同名の劇映画の続編として、同年、安倍武氏が監督し、大英東京撮影所が制作、大英が配給して公開した、日本の長編劇映画である。前作に対して、当時の映画倫理管理委員会は、同作を成人映画に指定し、18歳未満の鑑賞を制限したが、本作に対しては、一般映画指定であった。 2012年7月現在、東京国立近代美術館フィルムセンターは本作の上映用プリント等を所蔵していない作品データスタッフキャスト、ありがとうございます。